呉の大軍を合肥に迎えた魏軍は首相張良らの活躍によってこれを打ち破った。呉は東東へと撤退し、中原東部における魏の優勢が明らかになりつつあった。中原の西へと勢力を伸ばした魏は漢中までも手にする。平坦の拠点として平軍山を重視した曹操は、その守りに長江、花江園の両将を据えて南方からの攻撃に備えた。建安24年、曹操の読み通り、蜀の軍勢が平軍山に迫った。近隣の山を攻略した蜀の将が平軍山の花江園らを挑発する。そして戦闘の幕が切って落とされた。では任せたぞ。領有の再刊に期待する。劉備め、この花江園様をなめるなよ。一人残らずそっくりもいでくれるわ。劉備めがのこのこと攻めてきよって、手を前で奴だけにしてくれるわ。輩を貫け。やるじゃねえか。
ここは引かせていただく。扱いされてしまうわ。どうかご無事で。
によるわ。この玄徳が相手になろう。Thank you.
民のためにここでは引くべきか。